皆さんこんにちは。2022西会津にぎわい祭りフォルクスワーゲン in 越後街道野沢宿大集合という長い名前のイベントがここ西会津町の野沢中央通りで3年ぶりに開催されています。84台のフォルクスワーゲンが県内外から参加し、町内でもパレードが行われました。私たちは今日神様になりきっております。こちらこの花咲夜姫の御子と、こちらは岩永姫の御子と、どちらも大山積神社の神様になります。これだけ年式の古いフォルクスワーゲンをなかなか日本的一堂にね返し見ることがないので、圧巻の景色というのと、やっぱりコロナ禍でねイベントがなくなった中での一大イベントが3年ぶりに開かれたということなので、たくさんの人でこの野沢宿がにぎわっているのがとても嬉しいです。通りは歩行者天国になり、ワーゲンのオーナーや車好きの皆さんが話を弾ませて楽しんでいます。ワーゲンポルシェの914という車で、排気量は 2000cc で4気筒で、ギアは5速の車になります。最近ねあんまり見かけない車だと思いますが、私も偶然見つけて今オーナーになって4年目なんですが、何年ぐらい？これは7年目ですね。7年、はい、その前はビートルに乗ってましたね。ああそうですか、はい、もう大のワーゲンさん。そうですね、30年近く乗ってますね。あの一言でワーゲンの魅力ってどこですか？とにかく楽しいですね。楽しいですか、はい。今日はあの郡山から来ました。郡山から、はい。このイベントはあれですか、初めてのこと？いや3回目ですね。3回目、はい、はい、の魅力はですね、乗ってる人たちがやっぱりなんかすごいいい方が多いかなって思いますね、はい、雰囲気が好きです、乗ってる人たちの、はい。すごくこう印象的な、はい、車なんですけど。ありがとうございます、はい。どんなとこ気に入ってますか？そうですね、まだこのバスに乗ってから2ヶ月しか経ってないんですけど、はい、やっぱなんか普通じゃないバスが欲しいなと思ってて、でこのやれ感、このサビ、やっぱり古い車ならではこの歴史を感じられるサビがとても気に入ってます。このサビって何か処理してあるんですか？このままだとどんどん錆びてくる。あ、そうです。なのでこのミナリなんですけど、しょっちゅう拭いてます。はい、だからマンションの駐車場でこれを洗車してると、はい、変な住民だなみたいな感じの目線で見られてます。主にどんなところに出かけてるんですか？主に、でもこの車でキャンプとか行くことが多くて、はい、後ろで寝たりして、はい、楽しんでます。セカンドカーではないんですか？一応セカンドカーです。セカンドカー、はい、はい。休日のメインカーです。私は最初窓がいっぱいあるバスが可愛いんで欲しかったんですけど、でも乗ってみるとやっぱりこう普通じゃないので、いろんな人とお話ができるじゃないですか、これを聞いて、ね、そこが結構楽しいなと思って今乗ってます。出かけた時 の, 人の反応ってどんな感じですか？正直ちょっと恥ずかしいですけど、でも面白いなと思います。なるほど、はい。町内のグルメが並ぶ西会津うまいもののコーナーも大にぎわいです。お天気がいいので、アイスコーヒー私たちやってるのとっても売れてるので本当にいいです。お客さん来てくださるっていいことですね。だいぶコロナも落ち着いてきて、皆さん出てきてもらって にぎやかになってきてすごくいいなと思ってます。だんだんと昔のように戻れたらと思います。それからまた何か新しく盛り上げられることがあれば、どんどん頑張って地域の活性化につなげていければと思いますので、よろしくお願いします。町外の方が大半ですんで、一度西会津の方に来てもらって、このあと2度3度ともう一度来てもらえるような仕掛けを作っていきたいなと思ってます。秋晴れの中、フォルクスワーゲンとともに大いににぎわった越後街道の野沢宿でした。